ヒラ仕様、散髪後の意外な癖を明かす。自身の髪の毛を丸め、ファンを驚かせる日常を公開。元、キング、リンチェプリンス、メンバーでシングループンウンベル、ナンバーアイ、平野仕様が10月16日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、ファンたちに驚きと笑いを提供しましたた。この記事では、ヒラ仕様の髪を切った後の意外な癖について、 彼が明かした出来事を詳しく紹介します。散髪後の恒例行事を明かす。一つ目のストーリーズで平野潮は髪を切ったことを報告しました。多くのファンが彼の新しい髪型に興味津々であることは言うまでもありません。しかし平野のファンにとって驚きの瞬間はまだ訪れていないことを示唆するコメントが続きます。平野はその後、 髪を目に切ったら、絶対やることですしょう。こちら M、と何かを匂わせました。そして次の投稿には、自身の髪の毛を丸めた毛玉の写真をアップし、ファンたちを驚かせました。愛着が芽生えた、毛玉。一見すると、散髪後に髪の毛を丸めることは普通ではありません。しかし、平野はこの、 毛玉に明らかに愛着を持っているようで、地なる投稿で現場連れてった小をわら、わらと告白しました。彼の笑顔からも、この毛玉が彼にとって特別な存在であることが伝わってきます。毛玉の冒険。平野仕様は、この毛玉をただ自宅に保管するだけでなく、様々な場所に持ち運びます。 前日に所属事務所、とべ、の YouTube で生配信を行った際も、東京ドームのグラウンドに毛玉を持ち込み、ファンを驚かせました。彼は、毛玉を野球ボールのように投げる写真や、自分の頭の上に乗せる写真をアップし、ファンを沸かせたことでしょう。平野のファンにとって、この、毛玉、は、特別な思い出の一部となっていることでしょう。生配信の裏側、 生配信はアーティストにとってはファンとのコミュニケーションの一環であり、多くのファンがその舞台裏に興味を持ちます。しかし、平野紫耀の場合、この生配信の舞台裏は意外にも緊張感はなかったようです。彼が自身の髪の毛を丸める毛玉を持ち込んで楽しむ姿は、ファンにとっては新鮮で面白い驚きであったことでしょう。 このような自然体の姿勢が平野のファンとの距離を縮めるのに役立っていることは明らかです。平野仕様は散髪後に髪の毛を丸める毛玉を作成し、それを自身の日常に取り入れています。この意外な癖は彼のファンたちに驚きと笑いを提供し、アーキストとファンの独特のつながりを示しています。 彼の自然体の姿勢とファンとのコミュニケーションへの熱意は彼の人気をさらに高めています。今後、ファンはますます彼の新たな癖や面白いエピソードに期待していることでしょう。